俺んち暗殺家業なんだよね。家族全部。キルアを絶対に連れ戻すんだ。見えてきたぜ、あの山に暗殺一家のアジトか。なんだか不気味な雰囲気だよな。右手奥をご覧くださいませ。 あちらがゾルディック一家が住むククルーマウンテンでございます。樹海に囲まれた標高3722メートルのあの山のどこかに彼らの屋敷があると言われていますが。別名黄泉への扉、入ったら最後生きて戻らないとの理由からそう呼ばれております。ここから先の樹海はもちろん、ククルーマウンテンも全てゾルディック家の敷地ということです。誰も見たことのない暗殺一家、奴らの顔写真にさえ1億近い懸賞金がかかってるって話だ。門を開けな。困りますよ、私が旦那様に叱られるんですから。また三毛が餌以外の肉食べちゃうよ。君らを邸内に入れるわけにはいかんのです。さっき君らも見たでしょ、でかい生き物の腕を。あれはミケといってゾルディック家の番犬なんですがね、家族以外の命令は聞かないし懐かない。今も10年近く前に主人から出された命令を忠実に守っている。あなたは中に入るんでしょ。中に入る必要がないなら鍵を持つ必要もないですからね。察しの通り、私は守衛じゃない、ミケの後片付けをする掃除夫です。そして本当の門には鍵がかかっていない。その通り。鍵かかってんじゃねえの。単純に力が足らんのですや。この門の正式名称は試しの門。この門さえ開けられないような輩では、ゾルディック家に入る資格なしってことです。ちなみに1の扉は片方2トンあります。2トン？扉が7まであるでしょ。1つ数が増えるごとに重さが倍になってるんですよ。ちなみにキルア坊ちゃんがこの間戻ってきた時は3の扉まで開きましたよ。住む世界が違うんです。おい、俺たちも入って平気なのか。ええ、試しの門から入れば大丈夫です。ゴン君、わかったかな。あれが完璧に訓練された狩猟犬ってやつですよ。何？試しの門外。それで？あ、いや、ご報告をしたまでで、特には。わかった。山を目指しなさい。屋敷は山のどこかに立っているはずです。たった一人の羊見習いに全滅させられたんだぜ。出て行きなさい。あなたたちがいる場所は私有地よ。断りなく立ち入ることはまかり通らないの。パク、多めに見るのはそこまでよ。この線を一歩でも越えたら実力で排除します。
に会いに来ただけなのに。お願い、ギルア様を助けてあげて。まるで私たちがキルをいじめてたみたいに。タナゴンね、イルミから話は聞いてます。あなた方が邸内に来ていることもギルは知ってますよ。ギルからのメッセージをそのまま伝えましょう。来てくれてありがとう。すごく嬉しいよ。でも今は会えない。ごめんな。入社のようですね。それもここから先は手分けして奴らの屋敷を探し出す。どう見てもお前に勝ち目はねえだろう。ダメじゃねえぞ。まだやりますか。お前もゾルディック家の一人なのか。まさか。私はただの執事見習い。無駄だと言ってるでしょ。黙れ。